RSK ホールディングス RSK 山陽放送 RSK テレビ RSK テレビは RSK 山陽放送の地上機関放送の一つでテレビジョン放送部門を指す単に RSK とも称すネットワークは TBS テレビ系列のフルネット局コールサインは JoyRDTV リモコンキー ID はキー局の TBS テレビと同じ6 RSK 産業放送の放送のうちテレビは岡山、香川両県を放送対象地域とする県域局であるが、ラジオは岡山県のみを放送対象地域とする県域局である。RSK 産業放送の会社情報については、RSK 産業放送をラジオについては、RSK ラジオをそれぞれ参照。 RSK 山陽放送の SNG 中継車 JR 岡山駅にて2007年8月3日撮影テレビ放送は開局当初日本テレビとラジオ東京テレビのクロスネットだったがその後1958年8月中旬に東京福岡間のマイクロ回線が1回線から2回線になったのを機に日本テレビが RSK 山陽放送をラジオ 東京テレビのネット局とみなし、1959年10月までにネット番組をすべて引き上げて、k r t 系の単独ネットとなった。民間放送教育協会には、西日本放送との関係上加盟しなかった。その後、岡山県、香川両県の民放テレビ放送の相互、乗り入れ放送開始に伴い、香川県内にも中継局設置を開始した。2009年から、 J リーグファジアーの岡山ホームゲームのスカパー向け中継ダゾーン向け配信の制作を担当している。かつては、なでしこリーグ岡山ユノゴーベルのリング戦、ホームゲームのスカパー BS 富士向け中継の制作も担当していた。新聞やテレビ情報誌などの表記は開局以来、長年にわたって山陽テレビと表記されていたが、2012年9月12日から、 RSK テレビの表記に変更されている。金鉱山送信書1979年4月の瀬戸内巡航域圏確立後は中継局を増やしたりしているが完全移行した現在でも難視聴が100%解消されているわけではない。これは他の4局でも同じことが言える。リモコンキー IDJNN 系列のリモコンキー。 ID 地図中継局 CH 番号の前に V がついた中継局は垂直変化。2011年7月24日、低波時点 JNN 系列局では、新越放送、静岡放送、熊本放送もアナログ親局は本局と同じ 11CH である。4局に共通して中継局は TBS テレビ IBC 和手放送、 北陸放送の親局と同じ 6CH を使うのが複数存在する。主な中継局 CH 番号の前に部位がついた中継局は垂直変化。比較的受信エリアは広く、広島県東部や愛媛県東予、兵庫県南西部、鳥取県、高知県のごく一部、さらには JNN 系列局のない徳島県北部でも受信できる。 以下のケーブルテレビではテレビが区域外再放送されている。都合により放送時間は変更される場合がある。TBS テレビ制作毎日放送制作その他、系列局制作番半制作。ありがとうございます。